全国の良い子の皆さん、おはようございます。今日はですね、令和3年5月20日木曜日でございます。私の時計で9時25分でございます。さて、今日はですね、ちょっと、YouTube 動画でもちょっと珍しいんじゃないかと思いますが、はい、通信教育 NHK 学園ということでございます。私はNHK 学園の卒業生なんですけれども、世の中には中卒、高卒、専門学校、短大、大学、大学院、あるいは留学したりとか、いろんな、学歴の皆さんがいらっしゃるわけなんですけれども、私の場合にはですね、中学生の時に何やっていたかというと、小学校6年生の夏休みから新聞配達を始めまして、それで中学1年生の時にはですね、もう金持ちになろうという目標をがあって、で、要するにその金持ちになるためには勉強は必要ないんだということで、もう勉強せずにですね、いわゆるもう新聞配達っていうか、厳密には、中学校1年生からは発送業務に、スカウトされまして変わったんですけれども、それでその5時ぐらいに行って7時ぐらいに帰ってくるというようなことをずっとやっていました。今62歳なんですけれども、現在62歳なんですけれども、私の場合は中学の時に当然受験するわけなんですが、当然高校行きたくないわけですから、落ちるのも決まってるわけですね。で、落ちたら地元の新聞社に職をしたわけなんです。で、その前に中学生の時にどれぐらい稼いでいたかというと、大体ですね、今のお金で中学1年生ぐらいの時で4万円から5万円じゃないかと思います。昭和47年の段階で私がもらってたバイト料が1万3000円から1万5000円ぐらいなんですね。それで、実はもっと金持ちになりたいっていうその思いがもうがっつり強くなったのはですね、父親が中学1年生の時に交通事故で亡くなりまして、離婚しているので親のことは分かりませんが、いわゆる交通事故ですね、車にひかれてぺっちゃんこも即死なんですけども、当時150万円が私の保険金なわけですよ。はい、じいさんが分けてですね、私は150万円だったわけなんです。だから今のお金ですると500万から700万ぐらいじゃないかと思います。日産のスカイライン GTR 2000 GTR ですかね、が買えるぐらいの金額でした。150万円ぐらいの金額、150万円の金額だったわけなんですね。で、いわゆるもう勉強する必要もないということで、新聞社に就職したりとか、それから紆余曲折の人生がそこから始まるわけなんですけれども、周りがですね、高校ぐらい行った方がいいよ、行った方がいいよということで、あんまりうるさいもんですから、で、母親自体も中卒で、赤ちゃんの時に父親が、中学2年生の時に母親が亡くなって、末っ子だったとか、いろんな状況もあって学校にも行けなかったと、高校にも行けなかったということで、高校行け、高校行けと。で、当時、私が17歳、同窓生は、高校3年生だったわけなんですが、その、ずっと奄美大島って NHK だけだったんですよ。民放なかったんです。で、民放が入ったのが、日本テレビの、愛は地球を救う、あれが放送された時が、奄美大島は、民放が入ったという歴史があるわけなんですけれども、で、私が17歳の時にですね、同窓生は高校3年生、高3だったわけなんですね。その時に入学をしまして、1年生、2年生、3年生ときまして、20歳から21歳ぐらいまでは休学をしたわけなんです。で、この原因というのがあるんです。簡単に言うとこれです。要するに男が身を滅ぼすというか、狂う、基本的なことを内容というかものが、酒、タバコ、博打、これですという、ことなんですね。好きな人がいたもんですから、それに入り上がったというような感じでは
あるわけなんですけれども、まあ、そこからまあ金がなくなりまして、まあ、大した金額ではなかったんですけれども、まあ、お金はなくなってくるは、まあ、あの勉強もともと好きじゃないわけですから、勉強よりもどちらかというとこの付近ということで、まあ、あの線路が変わっちゃったということなんですね。ところがですね、幸いなことにあの先輩がですね、その休学していたんですよ。休学していて、なんかね、申請しなかったらしくて、まあ、そのあたりよく私も記憶ないんですが、突然ですね、バッサリ切られたっていうんですよ。もう退学処分させられたと。慌ててですね、復学したんです。つまり今はちょっと3年間だと思いますけど、当時はあの NHK 学園って4年間だったんですよ。なぜ3対1かっていうと、3年間どうにかこうにか行ったにもかかわらず、最後の1年間行かなかったことで、その中退になるのが嫌だっていう風になったんですね、私のこの悪い頭の中で。それで復学をして、まあ大体22歳ぐらいの時に、卒業をしたということなんです。で、なぜ今回こういう動画を撮ったかということなんですが、まずその先ほど言いましたように、私は金持ちになるためには勉強はいらないと思ったんです。邪魔だと思ったんです。で、典型的な日本人の考え方です。働いてお金を稼いで、稼いだ中から毎月支払いをしていって、残ったお金で生活をするという考え方だったわけなんですね。で、まあロバート清崎さんですね、金持ち父さん貧乏父さんの著者などに言わせると、それが日本人なんだということなんですけども、まあ、その話はまあ今回やりませんけれども、そういった考え方だったわけなんです。で、NHK 学園に入ってからもずっとそうだったんですけれども、実はですね、この19歳の時なんですけれども、で、まあ先輩なんです。まあ年は上でも同窓生だったり、年あの下級生がいたりするのが通信教育の面白いところなんですけれども、ある男性にですね、僕は金持ちになりたいと、だから勉強はいらないと、だから高校も落ちても全然あの平気だったと。しかし、その先ほど言いましたように、その親もそうだし、周りも高校ぐらい行った方がいいよ、行った方がいいよという圧力に屈して、僕はNHK 学園に仕方なく来たんだという経緯を話したんです。そしたらですね、その方が私の話を聞くに従ってですね、これ首かしげるんですよ。とか、首かしげるんですよ。そんな人みたいなの初めてだったもんですから、で、帰ってきた言葉にびっくりするんです。元井くん、金持ちこそ勉強しているよということなんです。耳を疑う、頭はおかしくなる、こいつおかしいんじゃないかっていうふうに思うわけですね。金持ちになるためには勉強しなければいけないということを聞いて非常にびっくりしたんです。信じられなかったんです。それにハッと気がついて勉強し始めたのが、なんと31歳ぐらいですよ。つまりこの19歳の時にですね、金持ちになるためには勉強しなければいけないということを聞いてですね、実際にいろんな勉強を始めたのが31歳ぐらいですよ。それから12年間という時間が過ぎていったわけなんです。さて、今回のこの動画なんですけれども、勉強する目的っていうのは、何もその金持ちになりたいからとか、当時はその高校の卒業の資格が欲しいからという形でいたわけなんですけれども、私はどうでもいいよと、1年間で中退しようかなと思ったぐらいですから。だんだんこう年を取ってくると、いろんなことが分かってくるわけなんですが、やはり一番大事なことは目標があって、その目標に対してどういう勉強をするかということが問われているわけなんですね。そこが大きなポイントになると思います。ですから
ぜひですね、今その中卒あるいは高校中退の方も多くいらっしゃるわけですけれども、もし時間があるなら、NHK 学園行かれたらどうかというふうに思います。これはですね、私今62歳なので、もうざっと40何年前の話ですから、当時の話と今の NHK 学の状況が一致するかというか分かりませんけれども、高校中退の方は、その取った単位をそのまま持っていけますので、普通に中卒で入学するよりは楽だと思います。当然入学試験もありませんので、ぜひそういった意味では、勉強をお勧めするということと、それからやはり何と言ってもいろんな人たちがいます。当時は自衛隊、看護師、美容師、それからなんだ、自営業かな、それから車の修理やってたかな、あるいは主婦でしたとか、まあ、いろんな方がいらっしゃって、まあ、いろんなことを教えてもらったり、とかしたわけなんですけれども、勉強も大事ですが、人間関係っていうか、その人その人なりの人生観を聞いて勉強をするという、こともできたわけなんです。ということで、ぜひですね、皆さんには、勉強をしていただいて、まあ、当然私も勉強しますけれども、勉強していただいて、まあ、まあ、当然、まあ、結果的に中卒でも高卒でも中退でも何でもいいんですけれども、一番は、まあ、自分の目標に向かってガーッと進んでいくような人生にしていただければ、まあ、一番いいわけなんですね。ということで、私の場合は、NHK 学園に行きまして、まあ、幸い、まあ、高卒という学歴になったわけなんですけれども、自分の人生を長くするか短くするかはもう自分次第ですので、一番はやっぱりその面白くっていうのがもう私の考え方なんですけれども、その面白い人生にそのお金儲けが重なって、自由な時間も重なって、仕事しなくてもお金が、入ってきてとか、なんかそういうその積み重ねが、出てくれば非常に面白い人生になるんじゃないかというふうに思っています。ということで、今回の動画は、通信教育 NHK 学園でございました。まあ、あと、まあ、4年間行ってますからネタはたくさんあるわけなんですけれども、まあ、いろいろ、思い出しながらまたこの動画をアップするかもしれません。ということで、13分になろうとしています。まあ、もしこの動画が面白いとか良かったなというふうに思いましたら、この付近に106という、アイコンがありますので、プチッと押していただければ幸せを感じます。それから、昨日でしたかね、一晩で、チャンネル登録者数が4つ増えまして、今110になっています。今後ともいろんな動画をアップしていきたいと思いますので、今後ともお付き合いのほどよろしくお願いをいたします。本日の動画はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。